山放送局チームクレレコの行ってみることに。皆さんこんにちは。私たちはことにのご当地アイドルチームクレレッコです。今日のメンバーはリーダーの新野ジュナと五条桃花と秋吉舞です。ここからの30分間はチームクレレッコの行ってみることににお付き合いください。この番組はチームクレレッコのメンバーがことにの魅力を発信していく番組です。私たちの普段の活動や最新情報、スイーツ&バーブランシュことにの情報などもお伝えします。放送は毎週水曜日の午後5時30分から午後6時です。さて今日は初雪が降りましたね。そうですね、うん、見た雪？まだ見てないんですけど。見てない？本当に？ももかちゃん見た？見た見た、うん、朝ねカーテンを開けたら降っててハラハラと、わあ、ついに降ったんだけど何回か前のラジオで初雪の日を予想したの覚えてる？覚えてます。自分たちは 何月何日を予想しましたか？ジュナはね10月24日だった気がする。そうですね、うん、ジュナちゃんが10月下旬で私が11月の初秋だった気がします。今初秋じゃないです。おお、当たったかも。ももかちゃん 何月って言ってたっけ？11月って言った。11月って言った気がする。じゃあ、まあ当たりかな。そうですねみんなもねなんか予想してたと思うんですけど当たってたかなということでね。今日のトークテーマは初雪が降りました冬の楽しみ方はっていう、あ、ね、冬の楽しみはですね、楽しみ方じゃない、冬の楽しみはっていうトークテーマなんですけれども、冬の楽しみ何かありますか？やっぱ食べ物が美味しいですよね。冬は太るからね、いっぱい食べるからね。お正月とかは皆さんも共感してくれるかなって思うんですけど、うん、動かずして美味しいものがいっぱい食べれるっていう、うん、季節かなって思うんですけど、うん、おせち料理とかもお餅とか、あ、ね、美味しいよね、正月に食べるのがすごい楽しみだったりとか、うん、あとクリスマスが近づいてくると、ね、大好きクリスマスそう、家族でパーティーやったりチキン食べたりとか、ね、なんか冬はいっぱい食べていっぱい太りたい、うん、な, んなって思います。ちなみにこたつの上にみかんを置いとくんだよいつも。はい、気づいたら全部ないよねっていう食べきっちゃうっていうね。確かに、はい、今日はこういうトークテーマなのでぜひぜひ皆さんからもメッセージやツイキャスでのコメントで冬の楽しみを教えていただきたいと思います。さて今も言ったんですけど私たちへの質問やリクエストなど皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先をまいまいお願いします。はい、メールはリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 ファックスは011-640-3331です。ツイッターでご参加の方はハッシュタグ行ってみることに、ひらがなで行ってみることにとともにつぶやいてくださいね。そしてこの番組はツイキャスでも配信をしています。ツイッターでことにアイドルプロジェクトのアカウントがありますのでこちらから生放送の様子を見てもらえます。ツイキャスからのメッセージもお待ちしています。それではここから30分チームクレレコの行ってみることにに、どうぞお付き合いください。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りします。ことにに美味しいソフトクリームと手作りクレープのお店ブランシュことにがオープンしました。ソフトクリームには倉島乳業の美味しい牛乳を使っているので濃厚なソフトクリームを楽しめます。ことに栄町通り沿い、ことに一条5丁目、地下鉄ことに駅一番出口から徒歩1分、皆さんのお越しをお待ちしております。行ってみることにのお店。このコーナーではことに飲食業組合のご協力のもとことにで魅力的なお店をご紹介していきます。私新野が自然に取材に行ってきました。今日ご紹介するのはカンドリーロードさんです。それでは早速インタビューの様子をお聞きください。どうぞ。ここからはことにのお店紹介コーナーです。今日はカンドリーロードさんに伺っています。このお店は私たちが去年企画運営をしたことに夏祭りでも大変お世話になったお店です。
今日はマスターの加藤正樹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速質問させてください。カントリーロードさんはいつからお店を始められたんですか？ちょうど5年前の2015年の、8月からですね。そうなんですか。丸5年になります。はい。なぜコトニーにオープンされたんですか？もともと自分が社会人になった時の社宅がこの近辺にありまして、はい、でこの地下鉄界隈がすごく馴染みが深かったんで、はい、それでこの場所で見せさせていただいています。ありがとうございます。このお店のこだわりは何ですか？どうですかね、自分はもともとカントリーが好き で、で酒場が好きでお酒が好き で、はい、でカラオケも好きでということでこういう形の店を、まあ、定年退職してから始めさせていただいたんですけど、はい、やっぱりサラリーマンっていうかお客さんが本当に気楽に来て飲んで喋れる店、なんかそんな店にしたいな、まあ、そういう思いで始めさせていただきました。そうなんですね。カントリーロードっていうお店のお名前の由来って何かあるんですか？今申し上げましたけど、もともとカントリー、ブルーグラスが好きだったんですけども、はい、それでお店の名前をどうしようかって考えたときに、多分カントリーがね、趣味の方っていうのはこういうベタな名前つけないと思うんですけど、でも自分としてはね、こうストレートなこのカントリーロードっていう名前の方が皆さん馴染みがあるかなと。でそれともう一つ、まあ、自分は学生時代ジョン・デンバーのカントリーロードで親しんだんですけど、その後オリベ・ニュートン・ジョンがカバーして、はい、今のジブリのね、耳を澄ませばでしたか、はい、あれで日本語訳のこの歌がね、だからこのメロディーを今日本全国知らない人いないぐらいの曲やと思う、まあ、それ結局ねそれもね正解だったと思います。やっぱり初めて入ってこられるお客さんもカントリーロードってどんなお店やろっていうふうな感じで入ってこられるんで、そうですね、よかったかなって。はい、すごい私もカントリーロードさんのお名前1回聞いてから一度も忘れたことがないので覚えやすくていいなと思います。では次にこのお店のおすすめのお酒などありますか？自分は別にカントリーやからということはないんですけども、はい、社会人時代からバーボンウイスキーが大好きで、はい、今もこの店のバーボンは、キープボトルとして12、3種類置かせて、はい、うん、私はまだバーボン飲んだことがないのでちょっと大人なお酒だなと思っています。その他におすすめのメニューはありますか？店初めてですね、夜遅くなってくるとお客さんたちもちょっとお腹空いてこられてですね、はい、で何かありますかっていうことで当初、カップラーメンありますっていうことで、はい、ちょっと、ね、お知らせをお客さんの中に東洋水産の方がいらっしゃってですね、はい、自社にも結構あるので、うん、ぜひ使ってくださいよという話を、使ってくださいよじゃなくて自分もね、うん、やっぱり馴染みのお客さんに関係あるんやったらということで、はい、ということでマルちゃんメニューということでですね、うん、焼きそば弁当、赤いきつね、緑のたぬき、その他、はい、マルちゃんのメニュー中心に、提供させていただいています。メニューをこの夜に見たらお腹空いちゃいそうだなって思ってました。ありがとうございます。ではお店の場所を教えてください。地下鉄琴音駅の出口出たとこすぐなんですけど、ケンタッキーフライドチキンってもうすぐ分かると思います。そのビルの地下1階にあります。はい、ご予約やお問い合わせ先を教えてください。常連 の、 お客様だけじゃなくて初めてのお客様も電話頂戴するんですけど、電話でいただければと思います。011-618-3615、これはお店の電話番号ですので、ぜひお電話いただければと思います。ありがとうございます。ちなみになんですけど、10月30日からの地元はことにクーポンはこちらでは使えるんですか？はい、使っていただけますので、ぜひご利用いただければと思います。ありがとうございます。では最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。自分も60歳で、定年退職してでこの店に始めましたので今ちょうど65歳なんですけども、結構最近自分だけじゃなくて自分より年齢高いお客さんたちもものすごく元気なんでね、こ
本当に比較的お店としては年齢の高い方がいらっしゃるんですけど、もういつまででも元気に楽しくお酒を自分も飲んでお客さんたちも飲まれて、まあ、そういう楽しい場としてずっと続けていければというふうに思ってますので、ぜひお店の方に来ていただければと思います。ありがとうございます。今日はカントリーロードさんからマスターの加藤正樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日の行ってみることにのお店はカントリーロードさんをご紹介しました。インタビューを聞いてみてまいまいどうでしたか？はい、そうですね、なんかあの大人な感じのお酒 の、ね、あのお店で、あの、うん、おすすめのお酒がバーボンウイスキーっていうことで、うん、あのちょっと大人な感じだなって。いやバーボンは20代の人はきっと飲まないんじゃないかな。さすがにね、可愛く二十歳超えてからも可愛くやっぱりカシスオレンジとかカシスソーダとかそう、ね、なのでなんかでもなんかこの時期にやっぱりあのお酒飲んで、うん、なんか体温めたいなってちょっと思いました。うんうんうん、確かにあのコメントにねマスターめっちゃ声が渋いっていうコメントが来てるんですけど、本当にあの素敵ななんて言うんだろう、このラジオだと店内の様子というか見えないじゃない、はいはい、でもこのあの今今日のやつってあの声だけですごいあのお店の雰囲気がなんとなく伝わるというか、ね、なんか確かに落ち着くお店感があったよね。素敵な声です、ね、まさかのそこにね食いついてもらえて、ね、思ってました私も。あ本当にそうあのすごくあの店内がなんか落ち着く感じだった、うん、でもなんかあのなんていうの明かりの加減もちょうど良かったりとか、そうなんかああいうところでお酒を飲んだことはないけれど、なんか大人になったらああいうところの常連さんになって、はい、あのねマスターとお話ししながらお酒を飲むっていうのかっこいいなってちょっと思うような、ちょっと仕事帰りとかに、そうあとなんかあのキープボトルっていうのかな、はい、がすごく多くて、うんうん、あのそういうシステムがよく知らなかったの。キープボトルって何かなってずっと思ってたんだけど、はい、初めてそのシステムのこと知った。あそうなんですね、かっこいいなと思った。いいなんか常連さん感があっていいな。確かにいつかやってみたいですね。キープのお酒でみたいな。あそうね、頼めるからかっこいい。ということでこの時間は行ってみることにのお店のコーナーでした。では1曲お送りしましょう。はい、真の純ので新しい風です。どうぞ。
のコーナーです。今週も琴音にまつわるクイズを出題していきます。ぜひ皆さんも一緒に考えてみてください。では今日のクイズは私秋吉から出題いたします。問題、ででん、今日札幌市内で初雪が降りましたね、はい、西区でも降雪量と積雪深を毎年記録しています。では観測場所はどこでしょうか。1. 西区役所の変なとこで首つなぎ西区役所西区役所の屋上。 2. 西区西野にある西区土木センター。 3. 三角山の頂上。おーしてといった感じで、難しいな。なんか最初の方の言葉が難しすぎて頭が混乱するなっちゃった。降雪量と積雪深を測ってるところがどこかっていうことですね。はい、札幌市のやつ、札幌市内で、いや西区で記録されているのに西区の観測場所。おお、予想します。はい、シンキングタイムということで、なんとなくっていう感じだけど、はい、ちょっと生まれた自分の中に答えが生まれましたか。ツイキャスの皆さんもぜひ答え、はい、答え見てみてください。1位が西区、1が西区役所の屋上、2が西区西野にある西区土木センター、3三角山の頂上ということで、うんうん、あの3択なのでね、考えやすいかなと思いますので。ももこちゃんはどうですか。2番だと思う。2番土木センター。おー、つなは3番山、山の頂上。うん、なんか山って雪降るの早そうだし確かに近そう、空に近いからね。じゃあ2人とも答えは出そうなましたね。あ、ツイキャスでも山かなってね、コメントが来てますね、言ってくれたりしてますね。山がちょっと多数決だと多い感じですかね、うん、はい、ということで、あの正解発表していきたいと思います。はい、正解発表、ででん、ででん、2番西区西野の西区土木センターです。あー、当たったじゃん、一人勝ち。めっちゃ嬉しそうももかちゃんの一人勝ちでしたね。すごい、はい、場所は西区西野290番地にあり、宮岡公園の近くです。降雪量は朝9時から翌朝9時までの24時間に降った雪の量、積雪深は朝9時に積もっている雪の地面からの高さということで、記録しているのが土木センターということなのが、地面からの高さはね、はい、あの山からじゃね測れない ね、 そうですね、確かにね、積雪、確かにそうなんだね。はい、ということで今日はももかちゃんの一人勝ちです。一人勝ちはい、ということでことにクイズのコーナーでした。お送りしてまいりましたチームクレレッコの行ってみることに、そろそろお別れの時間です。まずはイベント情報とスイーツ&バーブランシュことにからのお知らせです。イベント情報がですね、大事なイベントがありまして、はい、11月18日水曜日、はい、候補生が今チームクレレッコに2人、須藤小雪と山田愛理2人いるんですけども、その候補生の昇格試験があります、はい、その日に正規メンバーに上がれるかどうかっていうのが決まる大事な大事な試験がありますので、ちょっと候補生毎回一人ずつ、ね、昇格試験をしてるんですけど、二人同時っていう結構珍しい感じになっているので見どころかなと思っていますので、ぜひぜひあの予約して会いに来てください。そしてブランシュことにからのお知らせが、今 GoTo イートがやってるので、フォトペパーグルメからかな予約ができるんですけど、予約以外のお客さんも結構お待たせしてしまうことがあると思うので、ぜひご予約で来てくださいっていうのと、地元はことにクーポンがもちろん使えるのでぜひぜひあのそのクーポン持ってる方は使いにそれを持って来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてこの番組は YouTube で後日配信をします。はい、今日の放送は金曜日のお昼12時頃にことにアイドルプロジェクトの YouTube チャンネルにアップいたしますので、こちらもぜひ見てください。 YouTube でチームクレレッコの行ってみることにで検索してみてくださいね。はい、では今日はですねメッセージが来ているのでちょっと紹介したいと思います、はい、ラジオネーム七色インコさんからね、こんばんは、はい、
こんばんは。買い物中の西区を歩きながら聞いています。クレレッコは多分6年前会社の先輩が好きだったので知っています。嬉しい。今日のテーマですが、大人の話になりますが、冬になると簡単に言えばホットコーヒーにブランデーを入れるカフェロワイヤルが飲みたくなりますね、ということで。おしゃれ。あ、アイリッシュコーヒーみたいな感じ。初めて聞いた、ね、聞いたことあった？ はい。あ、本当に？なんかそういうので体を温めたりとかして。そうなんだ。カフェロワイヤル初めて聞いた。おしゃれでいいね、なんかやってみたいって思っちゃう。なんか昔って結構暖房設備が整ってなくて、うん、空港とかがすごい寒かったから、なんか機内のお客様になんか入れて出したみたいな、聞いたことあります。なんか今はできなさそうだね。そうですね。そうなんだね。でもなんか嬉しいね。あのお買い物中に西区を歩きながら聞いてくれるっていうのは。確かに、嬉しい。なんかその西区の人に聞いてもらいたいというのでね、こういうのやっぱり始めたというところあるので聞いてもらえるの嬉しいし、クレレコは6年前会社の先輩が好きだったのでということで、なんか知ってくれてるのが嬉しいですね。歴史があるユニットでよかったなっていうのがね、長く続けてきたからこう知ってくれてる方がいたんじゃないかなということで、すごく嬉しいですね。はい、はい、ということで七色インコさん、メッセージありがとうございます。ありがとうございます。さて皆さん、今日の放送いかがでしたか？どうでしたか、マイマイは？そうですね、やっぱり初雪が降ったっていうことで、うん、なんかこう前回こういつ初雪が降るのかっていうのをこう予想したのもラジオだし、こうたまたまラジオの日に初雪が観測されて、なんかちょっとこう運命的なものを感じました。確かにね。ももかちゃんは今日初雪だったけど、どう、雪は好きですか？好き。雪好き？雪が降ったら何が一番したい？雪降ったら？積もったら？積もったら雪遊び。雪遊びするの？雪合戦とか？いや、鎌倉、うん、あ、鎌倉作るんだね。なんかももかちゃん器用そうだから、なんか本格的なの作りそうだよね。本当に器用。そうで、なんかジュナは、はい、去年スキーに行ったんですよ、メンバーと。あ、行ってました、ね、そう、あの小樽のなんだっけ、天狗山にスキーに去年行ったんですけど、はいはい、あの結構すごい急な山で、はい、なんかこうさ、あの北海道の中でも一番のと言っていいほど難しい山だったらしくて、はい、スキーで言うと今年はもうちょっと緩やかな山で、はい、あのスケボーがやりたいなって。スノボ、スノボ、スノボ、スケボーはやらないで、スノボ、はい、初挑戦したいなっていうことで。前々スキーできる？できます。本当に？はい。あ、意外。唯一できるスポーツがスキーですね。ちっちゃい頃からやってるの。ももかちゃんスキーできる？できるっちゃできる。あれ、スキーの授業始まってる？もう先生やったことある？いや、まだ。まだこれからなんだね、うん、じゃあ教えてあげよう、お姉さん方が。はい、ということで、それではそろそろお別れです。今日はチームクレレッコのファイトを聞きながらお別れです。ここまでのお相手はリーダーの新野樹奈と小島桃花と秋吉舞でした。それではまた来週、せーの、バイバイ。
を振り返ってみる。美味しいソフトクリームと手作りクレープのお店ブランシュコトニがオープンしました。ソフトクリームには倉島乳業の美味しい牛乳を使っているので濃厚なソフトクリームを楽しめます。コトニ栄町通り沿い、コトニ1条5丁目地下鉄コトニ駅1番出口から徒歩1分。皆さんのお越しをお待ちしております。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りしました。